53カ国、102カ所で中国の秘密警察、これまあ何回かやりましたし、サイレントインベージュもやったんで、はい、まあでもあの、はい、新たにやはりこれ BBC が改めて報じたっていうところが、ニューヨークで逮捕されましたね、はい、あの FBI が、はい、中国のものをやっぱりその工作機関だということでですね、うん、2人を逮捕したということで、ちょっと結構ニュースになってました、うん、でこれ見ていくとですね、はい、マンハッタンのチャイナタウン、うん、あの辺ですね、はい、で中国の秘密警察の出先機関を運営して疑いで、うん、まあ、そこに在住の中国系の男性2人を逮捕したということらしいですね。61歳と51歳の1人がですね、陳金平さんという方らしいですよ、うん、はい、59歳が共謀して中国政府の代理人として行動した疑いと、もう一つが司法妨害の疑いで告、うん、追訴されたと、はい、訴追されたということですね、4月17日にブルックリンの連邦裁判所にもう出廷してるということで、まあ、裁判これからなんですけど、有罪とされた場合、両容疑者は最長25年、25年ですよ、はい、の禁錮刑となるということらしいです、ね、ざまって感じですね。いや、国家として許容される範囲をはるかに超えていると、うん、あ、中国のねやり方、私たちはこの国に住むすべての人々の行動を権威主義的な抑圧の脅威から断固として守ると、うん、司法次官法ですね、あのマシュー・オルセンさんという方ですね、あのアメリカの、はい、あのアメリカ司法、アメリカ司法省と国家安全保障部門のマシュー・オルセン司法次官法は、まあ、中国の、まあ、行動は許せんと、はい、とんでもないって、これはしっかり我々権威主義的な抑圧の脅威から守らなきゃいけないということを言っておりますと、うん、これは日本でもね、はい、あの文春でやった松下新平議員は、はい、ここの秘書にしている女性が、はい、この中国の秘密警察の出先機関とされている場所に、はいはい、いたんじゃないかというふうな話まで出てましたけど、あれは疑いですかね、それどうなったんだと、自民党これいいのかと、はい、っていう一つありますよね、うん、あとこれ、もう一つ、僕ね、それとはちょっと別件で同じようなことあるんですけど、マジョリー・テイラー・グリーンってあのちょっと、はいはいはい、あのお騒がせ女子がいるじゃないですか、あの方がトランプ派ですね、そう、超トランプ派なんですけど、はい、一つ面白いことを言って、あの議会がちょっと空転したっていうのがちょっと 2,3、はい、日前にあったんですよ、はい、何を言ったかというと、彼女が、カリフォルニア州選出の、ちょっとすみません、うん、名前出てこないんですけど、あの中国人にあのサイレントインベージョンされてたという、うん、男性の方が、まあ、下院議員なんですけど、はい、うん、その人に向かって、面と向かって、会議の冒頭から、いきなり、あの人の、中国のスパイと、セックスしてる人よね、とか、寝てる人って思いっきり言っちゃって、それで議会なんかが、もう、会員の議会なんですけど、紛糾しちゃってですね、で、それ止まって、発言を君やめたまえとか言われて、またマジョリテイラー・グリーンなんだよ、みたいな感じになってたんですけど、はい、実際でもそれ結構当たってることだったね、まあ、トランプ派も結構なんかいいこと言ってくれるなみたいな、日本の国会議員だと何人いるんだっていう感じじゃないですか、 だからそういう劇薬みたいな人たまに必要なんじゃないかなと、ね、僕ちょっと思っちゃうんですよね、はいはい、それは面白かったです、うん、はい、ということなんですけど、うん、まあそういう形で、ただ僕自身この話やっぱ聞いてて、ニューヨーク、アメリカもやってるんですよ、うん、で大体こういう安全保障関係の環境が悪化するとスパイ狩りみたいなのが始まるわけじゃないですか、うん、はい、今これやり始めてるんですアメリカ、うん、日本はこれなんでやらないのかっていう話がやっぱりちょっと気になるところでありますよね、うん、はい、はい、そうですね、はい、まあスパイ防止法もないですし、はい、この辺はちょっと話題にしてほしいなと、ね、です日本はほら東京の秋葉原にあるって言われて、うん、まあ、住所も特定されておりますよ、はい、でこれね残念なというか悔しいのがですね、うん、韓国警察、うん、はい、韓国の警察が3月末に中国の闇警察、うん、はい、これありますよね、の拠点が疑いがも、はい、持たれるソウル市内の中華料理店の経営者、うん、あ、いいですね、なんか中華、うん、中華料理店の経営者だと、食品衛生法違反などの別のほらそういう容疑で摘発したっていうのやっぱやってるんで、はい、韓国やってんですよ、日本も赤坂とかにある中華料理店はかなり怪しいと言われてる中華料理店あるんですよね、いやいや、全然あるでしょ、いやいや、やんないんですか、ほら個室にした段階で、はい、録音とかできるんじゃないかっていうね、逆にね、だから そこに政治家がやってるって、僕ちょっとね、うん、そろそろ、うん、まあ、ちょっと岸田さんが増税したらまあアウトなんですけど、はいはいはい、岸田さんそろそろちゃんとやってるなっていう評価がしてもいいんじゃないのと思ってるんですよ、まあまあやってるんですよ、まあまあやってますね、はい、70点ぐらいの、まあ、合格点に近いぐらいの9大点っていうか、はい、いやいや岸田さん僕は最近ちょっとずつ褒めてるんですけど、いやいや一応やってるんですよ、で
それよりやってんのが韓国の大統領が。あ、そうですよね、これやってんすよね。確かにね、あれすごいですね、ちょっと、うん、頑張ってるな。しかも彼はそんなにイデオロギー的な人間というか、うん、政治運動をバリバリやってきたようなタイプじゃないじゃないですか。ゴリゴリの保守ですよ、はい、で親日やって、うん、まあ、親日というかその安全保障で、うん、日本側に行ってきたってことでしょうね。もう日米にくっついていくんだというのを決めてるわけですよ。そうですね、だって韓国の大統領って最終的には殺されたりとか自殺したりとか逮捕されたりとかするのも分かっててやってるわけですから、やっぱこれ命がけだなと。なるほどね、はい、確かにね。そうですね、はい、いやいやいや、だからそういう意味では、うん、好転してるんですけど、うん、日本国内は相変わらず、うん、こういう中国スパイ関係の話ってなると、うん、いまいちこう乗ってこられないというか、うね、はい、部分がありますね、うん、なんかそこは見たくないっていうところあるのかな、うん、はい、別に僕だから日本のメディアが中国に買収されてとかはそういうような見方は全くしてなくて、うん、はい、ただ単に安全保障意識がやっぱり足りない、うん、事なかれ主義だっていうところかなっていうふうには思ってますけどね、うん、はい、そうですね、はい、いやもうユン大統領はね、やっぱ最後日本に亡命するしかないんじゃないですか。そこですか、亡命ですか。はいはい、ね、そうそうそう、なんか、はい、いや本当はすごいやってるというか、はい、まあ、台湾有事があった時に、うん、少なくとも今までの大統領の中で一番当てになるんじゃないかと思いますよ。お、そう、今までの大統領の中ではね、まあ、確かにね、はい、台湾有事の、はい、はい、ということで、はい、はい、まあ、ちょっと、まあ、いい方法です、まあ、日本もだからちょっとやってくださいよこれって。そうそうそう、明らかにやってるでしょ、うん、っていう話なんですけど、まあ、奥さんと一緒に亡命してきてほしいなと思いますね。あ、なるほど、はい、はい、話題になるだろう。話題になります。デンジャーゾーンすごい本だということをまずちょっと4つの点ちょっと言わせてくださいよと。デンジャーゾーンっていうのはやっぱタイトルがあまりにインパクトがあって意味がわからない人が結構多いみたいなんですよ、話を聞くと。でそれがですね、何かというと、これ現在のですよ、バイデン政権の戦略方針を暴く本なんですよ。なるほど。どういう何を考えてるかとか、どういうふうに進もうとしてるかっていうのをもう書いてると、はい、そうです。バイデン政権およびバイデン の、 その背後にいる対中戦略を練ってる人たちの考えが、まあ、基本こういうことだよねっていうロジックが書かれてる本、うん、はいはい、一つ目、現在のバイデン政権の戦略方針を暴く本で、はい、でこれがちょっと理解されてないので、はい、まずこれ1点目、はい、で2つ目、同政権およびその周辺の中国対中専門家ですね、どういうふうに見てるのかっていうのが分かります、うん、はい、そのロジックが、うん、で3つ目、それに対してどう対処しようとしてるのか、うん、まあ、ほらデカップリングとかやってるじゃないですか、うん、はいはいはい、そのもっとさらにその先の話も書いてあります、うん、はい、なのである程度 の、 そのアメリカのやってくるだろうなということが予測できちゃうんですよ ね、うん、はい、ね、だってもうそのプログラムとしてこういうふうにやった方がいいって書かれてる。で最後これよ、次の40年間、うん、もしかしたら40年50年かもしれないんですけど、うん、アメリカの戦略を決定づける本なんじゃないかということです。そうですね、はい、明らかに、まあ、もちろんその一つだけの本でアメリカの戦略すべてを決定づけるわけじゃないんですけど、うん、はい、そのうちの一つには絶対なりますよね、うん、ということなんですよ、はい、なので、まあ、資料、歴史的な資料価値もある本だと僕は思ってます、はい、なるほど、ということでこれはぜひぜひ皆さんにお読みいただきたい。これが分かれば逆に言うと、はい、国際政治が分かると。もうまさに米中20年戦争備えよっていうのをそのまんまの流れでデンジャーゾーンという作品ができてしまってるっていう感じですので ね、はい、もう向こうがむしろ我々の作品をパクったんじゃないか。20年戦争って書いてたけれども、はいはい、いやいや5年でやれよというのがデンジャーゾーンですのでね。